さんこんにちは、ボーカル加工師の今井セリナです。はい、今現在下は小学3年生から、幅広い年代の方に通っていただいております。バンドでボーカルを担当しているだとか、カラオケで点数を出したい、歌唱力に加えて表現力をつけたいなど、皆様の様々な目標を持ってレッスンに臨まれております。はい、主にピアノに合わせた発声練習から始めていきます。例えばですね、喉を締めないように癖づけるような発声練習としてはリップロールというものがありますので、こういったように、お一人お一人の、そうですね、声域に合わせて、ウォームアップをしていきます。その後なんですけれども、皆さんの目標だったり悩みだったりを解決していくために、さまざまな練習内容を用意しておりますので、ご要望があればおっしゃってください。レッスンで普段気づけないことを私と一緒に確認してみましょう。そうすると歌の楽しさがもっともっと広がると思います。では皆様お待ちしております。